コエッタの19世紀にスウェーデンで出版された版より、ヤギに惹かれる箱車に、トールと共に乗っているのは、シャールビ、レスクバ、ロキであろう。シャールビは、北欧神話に登場するアースガルズの住人。スヤールビ、シアルフィ、シアルビ、チアルフ、チャールビ、シアアルフとも。なお詩人、エイリーブは、シャールビを、ブロスカの弟というケニングで呼んでいる。 シャールビの実家は農家であった。トールとロキがウートガルズへの遠征の際に、彼の家に立ち寄った時に、トールのヤギであるタングリスにとタングニョースとの肉を食べる、機会を得る。その際、骨を損傷しないようトールから指示されたにもかかわらず、髄が好物だったため、骨を割って髄を食べてしまい、ヤギの足に障害を与えてしまう。それが、トールの月光を招くが、 父母ともども謝罪する姿を見て彼は怒りを解き、シャールビが妹レスクバと共に、トールの従者として、ウートガルズへ赴くことで許した。これ以後、二人はずっとトールに付き従うこととなった。瞬足であるが、ウートガルザロキによって、不義と競争をすることとなり、乾杯を喫する。また、トールが、フレーセイという島で女性のベルセルクを倒した折には、 鉄棒を振り回して反撃してくる彼女たちに追い払われてしまった。しかしながら、スカルド氏、トール参加においては、トールとシャールビが巨人ゲイルロズの館へ赴く途中、困難を乗り越えて海を渡った勇敢さが語られる。また、巨人に囲まれても二人が敏速に逃れる様が描写される。さらに、トールがフルングいると決闘をした際には、 フルングニルに駆け寄って、地中からトールが攻めてくるから盾を伏せた方がいいなどと、嘘を言い、まんまと彼を無防備にしてしまう。また、下の巨人たちが応援のため差し向けた巨大な土人形、モックルカールビを破壊するなど、活躍ぶりを見せる。なお、この土人形破壊のエピソードについては次のような、推論がある。すなわち、神話はしばしば劇として上演されることがあり、 この物語を上演する際には、フルングニルに見立てた土人形を通るに噴した神官が破壊する場面があって、それが神話をまとめる過程でシャールビの活躍として神話に入り込んだのではないかという解釈である。ありがとうございます。